それでは続きまして、弁護士の末吉渉先生にご講演をお願いしようと思います。で、末吉先生のご紹介は多分おそらく今日の方は、僕よりよくご存知じゃないかと思います。で、僕の同僚みたいな人のために説明すると、CC やってる野口さんの先輩ということで3年ぐらい前にご紹介いただいたんですが、ひどく賢い方で、僕がぐずぐずその科学制度がこんなにうーんなんだよねみたいな話をすると、ワンフレーズぐらいに、要約してくれる能力のある人で、弁護士っていうのはすごいなということを感じさせる方で、知財本部に行っても、末吉先生のこと皆さんよくご存知です。文化庁に行ってもご存知の方です。おそらく偉いんじゃないかと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。ご紹介いただきました弁護士の末吉渉と申します。今日は科学における情報の上手な権利化と共有化っていう、本当は皆さんこれご覧いただきますと英語のタイトルの方が多分よろしくてですね、で日本語は確かこれ私が言ったのでこうなったんじゃないかと思うんですが、さっきからつらつら見ててなんかちょっと良くなかったかなっていうふうに思ってます。でどういうことかっていうと、今日のテーマはIP プロテクション、これは知的財産による保護ですよね。 IP プロテクションっていうのとデータシェアリング、データをシェアするっていう、そのことと の、科学サイエンスにおけるバランスっていう、バランシングっていうのはなかなか日本語になりにくかったんで、そのままそういうふうにカタカナで書いておけばよかったんですけど、こういうタイトルをちょっと、推奨申し上げたところすいません、こういう形になりまして今日はこうなったんでございますが、ちょっとどうしてこの日本語でよかったかなと思ったかということを最初に申し上げて、また最後にも申し上げますが、私の問題意識、皆さんのお話を伺ってて午前中からですね、問題意識っていうのは大きくこう問題を3つに分けて考えた方がいいのかなって思ってます。で、1つ目はですね、知的財産を譲るっていう世界があると思うんですね。一部または全部譲る、特に一部を譲るっていうのがクリエイティブコモンズで今日午前中レシグル博士がおっしゃられたところですね。上手にこう権利を譲り合っていくっていう、もともと権利があることが前提で著作権ですけども、権利を譲っていくっていうようなところ、これ著作権に限らないかもしれませんが、そんな世界がなんかあるのかなっていう。それから権利化をするしないっていう問題があるので、これは著作権はないんですけども、特許権なんかになるとどこまで権利化するかって問題ありますよね。この科学においてサイエンスにおいてどこまで権利化するかって問題がもしかしたらあるのかもしれない。で、さらに言うとですね、これから私がお話ししようとしているのは、もう少しこう権利化とか権利を譲る前提として情報の共有っていうか、ここで言うと、英語で言ってるのはここでデータシェアリングって言葉を使ってますが、その前提たる、データのシェアについてちょっと考えてみた方がいいんじゃないかなということで、弁護士なんですけどあんまりリーガルな話をしないので、もしかすると、専門外なのではないかと思うんですが、最初にお話ししときますが、冒頭ご挨拶された高木先生とか今座長を務められている大久保先生と、私との出会いっていうのは実は、午前中の座長を務めた野口裕子弁護士から、お誘いを受けて、データベースの特にこうライフサイエンスの分野におけるデータベースというのがいろいろこう分断をしている、たくさんあります。で、これを今度国家プロジェクトということで統合していくんだということで最初にお話を受けたまりました。で、ストレートに申し上げると大変簡単な仕事だと思いました。で、これはもう持ち屋持ち屋でございましてですね、私のような知財を取り扱う弁護士からすると簡単な話だなと。で、簡単だというのは別にイージーって意味じゃないんですけれども、よくやってる仕事だと思います。つまり例えばデータベースを作ると構築するときにはいろいろデータをいただくときに規約をですね、皆さんも関与されているかもしれませんが、規約を作って、その規約に基づいてデータを集めます。
それから集まったデータをもとに作ったデータベースをどっかに提供するとか、あるいはどっかとつなぐなんていう時は必ず出てくる話ですけど、今度は契約になりますね。だから規約とか契約の内容を詰めていって、まあよくある、右だ左だ、削る削らない、そういうまあディベートのような、時としてデッドロックになってしまうような交渉をですね、サポートする役、これをまあ、2、3ヶ月、長くも半年やれば終わるのかなと思っていたわけでございます。これ本当ですよ。ところがですね、やってみたら全然違うんですよ。で、全然簡単じゃなかった。なぜかっていうと、まずデータがデータベースに集まっていないっていうんですよ。いやいや、思ったより。もちろん全てじゃないですよ。もっとデータベースに集まってないと、これはデータベースの統合にならないんじゃないかって議論を高木先生と大久保先生が知ってるわけですよ。これはびっくりしました。これは私の専門分野じゃないんじゃないかっていうふうに、まあ、思ったんですが、ちょっと乗りかかった船でございますので、今日に至るまで、半分仕事半分趣味のような感じで、お付き合いさせていただいているわけです。これは今大きく3つの切り口を申しましたけども、この、バランスっていう前に情報がうまく共有できてるんでしょうかっていう問題に連なってくると思います。で、若干ここからはすごくプリミティブな話ですけども、ちょっと付き合ってください。もともとですね、知的財産というのは日本ではめちゃくちゃマイナーです。はっきり申し上げてマイナーです。で、2002年に知財立国をしましょうと、日本を知財で知財立国しましょうということを言い始めて、一つのムーブメントになったのはそれだけマイナーだったからです。で、覚えておられるかどうか、時の小泉首相が、そのように2002年の2月でございますけれども、施政方針演説で打ち上げた結果、ここに大綱とか基本法とかできてきて、ずっと書いてありますが、計画っていうのは2009までずっと脈々と続いているわけでございます。で、これは知財を専門とする私からするといいことかというと、商売柄いいわけですよね。いいわけです。で、ただですね、これがいつまでも続くと思ったら大間違いではないかというふうには思ってます。ただこれが続いている間に知財を強くすることとか合理的にするということが、我々のような知財を専門にする、弁護士だったり研究者だったり、あるいは皆様のようなユーザーのお立場から見直していったらいいのではないかと心から思ってるんですが、ここでもともと情報って言葉今日随分出てきてるということにお気づきかと思うんですけども、もともと知財っていうのも情報保護法、個人情報保護とはまた違うんですけれども、情報を独占するっていうものでございます。その情報の独占の姿は、その情報を使うことを独占する場合もあれば、使うことは独占できないけれども、その他の方法で独占することもあれば、いろんな独占の仕方があるんですけど、基本的には独占する法律で、ここでこう並べておりますけど、発明とか考案とか衣装とか商標、ここまでは大体基本的に特許庁って役所に届けないといけない、届けて権利化する、審査を受けるなんてこともございまして、産業財産刑法なんて言われてますね。これ教科書必ず出てきます。で、その他にも品種があったり、半導体のレイアウトがあったり、あとは不正競争防止法みたいなのがあったり、著作物があったり、営業秘密なんて大事なのがあったりします。で、これはすいません、今日は知財の授業じゃないんで、何を申し上げたいかっていうと、切り取ってる、ある一つの切り口で切ってるんですね。これちょっと先ほど中山先生もご指摘されましたが、情報を全部保護するっていう法律じゃなくて、ある切り口で保護する、すごくある意味では、部分的に言うと情報全体から見ると一部なわけです。その要件をこういくつか、掲げていって、そこをこうやって保護するよ、こういうものではないかと思われるわけでございますけれども、で、つまり知的財産法っていうのは財産的情報の保護法なんだけれども、特定の切り口から、その切り口に当たらない限りは独占の対象にならない、これは当たり前の前提になっているわけです。
で、まあ、だからしかしっていうのは、まあ、当たり前なんですけども、全ての情報を独占する根拠っていうのはないわけですね。当たり前です。こんな当たり前のことなんで言うなっていう感じがするかもしれません。で、これを前提にちょっと今日はいろいろサイエンスの話になっているので、研究成果っていうのを見てみたらどうなのかっていうのが次のスライドでございます。で、研究成果っていろいろ出てくるわけですけど、ここではまあ代表的なもので発明と、著作物と秘密っていうのを考えています。で、まあ、発明はまあご案内の通り、高度のなんていうの要件についているだけありまして、なかなかまあ発明ってのは出てこないわけでございますし、特に先ほど来出てます配列情報とかそういうものにつきましては、なかなか配列を解明しただけでは発明にはならず、新規性進歩性のあるなんか作用効果があるとかですね、そういうところまで持っていかないとダメなわけでございますけれども、かたやこの著作物っていうのがございます。で、これは今日の知的財産の中でも一番よく出てくる言葉がの一つだと思いますけれども、この著作物っていうのはですね、皆さんが考えているほど簡単じゃないんですね。やればやるほど分からなくなる。で、データっていうのがありますよね。とデータは著作物ですかって聞かれると、大体、まあ世の専門家はデータは著作物じゃありません、こう簡単に答えてくれます。じゃあデータベースっていうのがありますよね。とデータベースはどうなったら著作物なんですかっていう、こういうご質問があります。で、ここには情報の選択または体系的な構成によって創作性を有する、これすいません条文書を書いてあるんですけども、これはハードルがとっても高いんです。一生懸命データベースを構築なさっている方からすると、そんなの聞いたことないっていうふうに言われるかもしれませんが、実はすごくハードルが高い。先ほど午前中の部でヨーロッパでは特別立法を作ってデータベースを保護しているっていう話を質問された方がおられました。どうしてそういうことをやっているかっていうと、著作物の要件を満たさないデータベースについても保護しようじゃないかっていうことをヨーロッパ人は考えたんですね。ですから EU では、まあ差し止め請求権なんて、まあ、一定の要件のもとに認められているわけです。じゃあどんぐらいハードルが高いんですかっていうのは、裁判をやってみないと分かんないんです。実はやりました、やりました。本邦初データベースの著作権を認めた判例っていうのがございます。今日は自慢話になるといけないんでスライダー用意しませんでしたけどちょっとだけお教えしますけどね、タウンページってご存知ございますか。職業別電話帳ってやつでございます。タウンページの、データベース、タウンページもですね、データベースを実は売っておりまして、その著作物性が問題となり、その侵害が問題となった東京地裁のケースがございます。で、皆さんは、この中にもしかして著作権をよく勉強されている方はよくご存知だと思いますけども、大体教科書を読むとですね、まあ、データベースの説明と編集著作権の説明が並べて書いてあるんです。並べて書いてある、まあ、隣同士に書いてあるんですけども、そこに出てくる、よく出てくる例が電話帳の例なんです。ね。で、例えば編集著作物っていうのもございます。これデータベースの親戚だと思ってください。まあ、ですから紙の電話帳を思い出してください。で、50音別の電話帳には著作物性はないが、職業別の電話帳には著作物性があって編集著作物だよって書いてある。この難しいこと何も議論しないでそう書いてあるんですね。まあ要するに50音に並べるのは単純だけども、職業分離して並べるんだから、これはまあ苦労があって創作性があって著作物だと書いてある。で、そのアナロジーでデータベースもそうだというふうに大体書いてあるのが、まあ大概の教科書でございます。で、我々代理人はですね、当然の前提としてやってるわけですよ。ですから論点の一つとしてデータベースの著作物性っていうのが裁判で問題になってるんですよ。裁判で問題になってるのに、まあ、平たく言うと当然だって顔していたら、ある時裁判官に怒られるわけです。当然だと思わないでくださいと。
このデータベース、タウンページのデータベースの著作物性について立証しろって言うんですよ。びっくりしましたね。これ負けるんじゃないかと思いました。弁護士ってすごくナイーブなもんですから、ちょっと脅されるとですね、もうたちまちこう心配になるわけです。で、実はこのタウンページの東京地裁の判決、後ろにはですね、アタッチメントがありまして、これは最高裁のホームページからでも見れるんですけども、何があるかというと、職業分類が並んでるんですよ、ね、つまりデータベースとは言うけど、なんで著作物性が認められたかというと、データフォーマットじゃないんですよ。 単なるってあれですけど、だから紙ベースでも電子ベースでも同じ分類なんですよ。分類、例えばテニスショップっていうね、そういう職業がございましょ。それを分類したのになぜ、どういう工夫があったのか、それを長々と書いてったわけです。それは判決の後ろにも明かされてる。なんてことを経験して私が心から思ったのは、もともとですね、データベースが著作権法で保護されたときはですね、もう皆さんからするとお若い方はご存知全くないと思いますが、当時のデータベースはですね、データフォーマットを作ることにすごく、まあ、アイデアがあって、要するにキーワードを最初から決めてこないと検索できないとか、そういう時代がございました。平たく言うと。だからどういうデータフォーマットにすることかっていうことがすごい大事なアイデアで、最初のデータベースを構築する最初の段階が決め手なんだ。いろんな報告書とかそういうところに議論が書いてあって、それだというふうに言うんですよ。ところが今フリーキーワードで全部検索できちゃうんですね。だから最初の問題じゃなくて、だから生のデータこそが大事で、データを検索するとか、そういうあそこで言っている体系的な構成とか、あんまり皆さん重きを置かないじゃないですか。それは技術が進歩したからであって、法律はなかなかそれについてきてないわけです。そう、どういうことになるかというと、あそこの体系的な構成っていうのは、コンピューターサイエンスの本質的な話ではなくて、なくてって言うと語弊があるのかもしれませんけど、電話帳を作るときでいう職業分類だ。で、実は日本国ではデータベースの著作物性が認められた例がもう一件あって、それはリレーショナルデータベースでした。どちらかというと、なんかこう一生懸命考えたというよりは、まあ、紙と鉛筆で考えたというような、そういうところの方が要件として保護されて、それで著作物性が認められる。そうするとどうでしょう皆さん。例えばライフサイエンスの方々、そんな難しいことあったかな。となるとハードルは高いということになるのではないかというのが私の結論でございます。3番目、これ秘密とするかどうか。これは不正競争防止法っていうところで保護されていて、情報を一定の要件のもと営業秘密として保護し、その利用を独占する。で、この情報を開示しないっていうのは、どうもこの秘密の保護っていうのと関係しているようだ。わかりでしょうか。発明だから保護している、著作物だから保護しているっていうよりは、むしろ秘密として保護している、それが開示しない、あるいは、一定の範囲にしか開示しないということのどうも根拠になってるんじゃないか。で、委託研究をしてですね、その成果たるデータ全てを秘密として受託者に独占させるっていうことがございます。いいよ、それはあんたが持ってて、あんたが秘密にしてその後も研究してていいよっていうのは、これはなんとか法とか今の3つのですね、ところから内在的に、つまり知的財産法から内在的に出てくるんじゃなくて、それはもっぱら規定の仕方だ、つまり契約の仕方だ。例えばお役所からお金をいただいて研究するときに、お役所と研究者が契約しますよね。あるいは研究者が所属する研究機関が契約しますよね。で、その契約書の問題だ。だから逆に全部よこせっていうふうに言えば、それは委託した側の方に当然集まってくるわけです。つまり知的財産法の問題ではなくて契約の問題だということに気づくはずでございます。で、これを集約すると3点目で、委託研究の研究成果たるデータ全てを受託者が独占する根拠は、発明の保護ではなくて著作物の保護でもなくて、もっぱら
委託研究契約の規定の仕方の問題だ。これは、おそらく間違いがないところで、おそらく争いもないところではないかと思います。で、今度政府資金というのでちょっと限定をつけて、考えてみました。で、政府資金に基づく委託研究契約、これは、まあ、いろんな契約研究があると思いますけれども、例えば、基盤整備、研究の基盤を整備するような、研究もございましょう。まあ、そうでないものもあると思います。で、特にこう基盤を整備することをどのように進めるのかっていうのは、これ実は国家戦略の問題ではないかと思われます。で、この戦略の問題なんで、あんま法律問題じゃないんですけれども、ちょっと論理的に考えると3パターンに分かれるんじゃないか。で、受託者に、つまり研究を担ってくださった研究者の方々に独占をさせる、あるいは全部国に吸い上げちゃって国民の共有資産、国民というのは語弊があるかもしれない、世界ということかもしれませんね。で、まあ、ただ世界って同じ、いきなり、まあ、世界とは何なんで、国民ですよ。これは国民要件がおそらく絡んできた開示方針で、丸さんはそれも取ってしまって、じゃあ世界にしちゃおう、誰が見に来てもいいよ、国境がないっていう考え方のどれかになるはずなんですけども、その知的財産の創出を活性化させるって観点からは戦略の問題なんで、戦略的に考えると丸2か丸3、独占をじゃなくて、まあみんなで、研究しようっていうことになると、研究の基盤なのでアクセスできる人ができるだけ多いっていう方が、まあ、いいわけでございますね。で、どうも、次の深田先生のご発表になると思いますけれども、 OECD では丸3を望ましいというふうにしているようで、日本もそれ今賛同は総論賛成してるんですが、各論がどうもうまくいってないと、各論では消極的のようにお見受けするところでございます。これはまた深坂先生がご発表なさるところでございます。で、このように、まあ、例えば政府資金ということで情報の共有と、まあ、独占の問題というのは結局戦略的なものなんじゃないかなというふうに考えるところでございます。で、ところで、ちょっとこう以上のようなことを踏まえて考えるとですね、みんなで研究、みんなっていうのはちょっとこうラフな言い方なんですけど、みんなで研究開発しましょうっていうことを考えると、その前提っていうのがありますよね。前提、みんなでやるんだから、そうするとみんなで共有できる情報が豊かの方がいいわけですよね。それからみんなでやるんだから、みんなにそのアクセスの機会が保障されていた方がいいわけじゃないですか。これは前提です。で、ただそういうことを前提とするとしても、みんなでやりましょうっていうのがうまくいくかどうか分かんないんで、それをルーリングする必要があって、そこからようやく、まあ、弁護士なんかの出番なんです。規約を作ったり、共同研究なら共同研究契約を作る、つまり前提があっての、その情報の量とかアクセスの機会なんてのはむしろ前提問題で、そういう前提をもとに円滑なみんなで研究するってことをうまくこうマネジメントするのが、まあ、いわば我々の役割、今日のお話むしろその前提ではないかと思います。で、ただこう話してきてちょっとこう限界を感じるのはですね、よくオープンイノベーションというような言葉があります。すごく多義的なんで、みんなで研究するとかいう言葉で私は、ちょっと言い換えてしまったんですけど、今オープンイノベーションっていうのはある企業戦略だったりしますよね。つまり出す技術を考えていて、オープンイノベーションということで研究開発を進めることによって、結果ある企業がいいスタンス取りができる、まあ、そのことと、こうみんなで研究開発するってちょっと私は異質ではないかと思うんですけど、その関係をどう考えるのかっていうのは今日の話でまだ入っていないところではないかと思います。それからさらに言うとですね、イノベーションって最もラディカルには破壊的なイノベーションだと言われてしまいますよね。で、破壊的なイノベーションというのは予測ができないので、予測可能な範囲のリスクをマネージするだけの知的財産法とか、つまり我々法律屋の世界というのはほとんど無能、無力なんであります。つまり
ある企業の戦略としてオープンイノベーションが使えないためには使われないためにはどうしたらいいかっていうような知恵とかですね、あるいは破壊的なイノベーションが出た時にどうするのっていうような知恵、これは残念ながら、我々法律家の、目線からは出てこない。すいません、今日はそこまではお話が進められなかったんですけれども、少なくともいろいろな一緒に研究開発をするときの前提問題としての情報の共有っていうのは非常に重要な問題ではないかという問題提起をさせていただきまして、私の発表を終わります。どうもありがとうございました。